ゴール前の熱気が少し上がってきたように感じます。向かって右石橋、そして左が藤井です。こちら藤井の向き、セコンドには高坂剛の姿もあります。さあ試合がスタートしました。サウスポーに構えている石橋です。高橋さん、はい、序盤から2人とも行く気ですね。もうそうですね、さっき長男さんもおっしゃったんですけど、はい、これ2人とも体の向こうもすごいタフなんで、もうドロッドロの血の歯臭い、もうちょっと背脂多いみたいな、こういう試合みたいですね。もうドロッドロの、なるほど。もうこの試合に関しては僕判定になっても怒らないですね。そうですか、はい、2人とももう根性増し増しという感じですかね。ですね、はい、さあまずは脇を刺して前に出てきました石橋です。体勢入れ替えました。藤井どちらもグラップリングを得意としているので、ということはこれ簡単に倒せないということですよね。まず狙っていきます。もう本当に気持ちとスタミナがすごい重要なポイント。ハイキック、捕まえた、蹴り足を捕まえました。石橋バックを取ります。バックを取って足をかけに行く石橋の動き。呼吸バーションもあまり良くないですね。藤井が上になりました。立ち上がりに対して藤井選手が今バックに回り込もうとしてます、ね、はい、逆にバックを取る。高橋さん、はい、グラウンドの、ね、攻防というのは見事ありますね。そうですね、うわ、左、うわ石橋パンチ、石橋がプレッシャー、左当てる、当てる、右左当てる、先制する時間がないです、はい、ですよね。ジャンプで返す藤井、左に返した石橋、石橋ちょっと目のあたりが赤くなっています。バッパー空振り、そしてタックル、うわどうだ、バックにつく石橋。高橋さん、はい、なんかあの攻撃がうまくこう流れるように連続してますよね。そうですね、お互いの打倒局がもう噛み合いすぎて、解説する暇がないし、はい、もうすぐに点が変わりますよね。そうなんですよね。でもこの打倒局がうまく反転しそうですね。そうですね、せっかくバック取ったのを、はい、ここで逆に上を取られてしまう可能性がありますよね。藤井は向き合いたいんですかね。今向き合いかけてますか、はい、ほぼサイドポジションですね。あ、そうですね、そこからバックに回り、もう一度石橋がバックを取ろうとしています。ここお互い際なんですよ。今ちょっと若干石橋選手がバックを取りかけてるんですけど、はいはい、反転するのが上手いんですよね、藤井選手。なるほど、はい、あ、ただ足が4の字にフックしました。バックを取った石橋が足を4の字フック。こうなると高橋さん、はい、ある程度コントロールが効くんですよね。そうですね、足のロック解除しないとちょっとバックがコントロールされ続けてしまうので、はい、ちょっと足にね、でも時間かかるそうな、すごい。あ、そうですか。残りがもうすぐ1分半です。なんとかまたこれ回転して向き合いたい藤井ですが、後ろからコツコツパンチも当てます。長男さん、これ藤井としてはまず何が必要なんですかね。いや、今腕を持ち返して、回ろうとしてるんですよね、はい、あれだとチョークができないので、はい、この手首握ってるのでいいわ。できればあの組んでる方に倒したいんですよね。そうするとあの足を抜くことができるんですけど、はい、こっち側、うわーっと首に手を回す、手を回す石橋、石橋がチョーク狙いに来る、振り回すか、藤井は振り落としたい、振り落としたい、そして向き合うか向き合うか、いやバックマウント、腕いくんじゃないですか。嬉しい、12列目、さあどうだ、あと1分近くある、石橋が12列目を取りに来る、これが藤井選手なんですよ。いや、粘りますね。これをやられてると、だからやられる方としてはたまらないんですよね。ずっと攻め続けたのをいきなりひっくり返してさらにどんどん攻めてくるので、なるほど、いや気持ちがちょっとね、それでも多分石橋選手はどんどん狙っていくと思うんですよ、ね、はい、うわーパウンド、中腰の体勢から強いパウンドだ、しかし立ち上がる石橋、
度をうまく潜って持ち上がりました、ね、はい、残り10秒を切りました。そして残り10秒切って近くなれば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 。これがフリーの粘りです。高橋さん、はい、ものすごい濃厚でしたね。そうですね、もう期待してた通りの試合ですし、もうちょっと見てる方がしんどいです。もうこんな試合絶対したくないなと。あ、いやでもすごいですね、2人とも粘りがですね。さあそんな中、どうでしょうか高橋さん、あのポイントつけるとしたら。あ、まあ、このダウンなんで多分ちょっとひっくり返って藤井選手取ったんじゃないかなと思います。注目すべきはもう2ラウンドの開始ですよ。そうですね、またリセットしてくるんで、この2人は藤井選手結構突っ込むと思いますね。そうですか。長男さんも藤井のラウンドと見てよろしいですか。そうですね、あのダウンやっぱり大きいですよね、はい、ニアフィニッシュですよね、完全に。そうですね、高橋さん、はい、やっぱり藤井ですか。そうですね、もう残り20秒30秒あったりとかしたらもうちょっとケオスしていたかもしれないんで、そこはね、すごいです。はい、さあ第2ラウンド立ち上がりです。藤井が出てきました。藤井が出てくる、一気に仕留めたい。藤井が組んでいきました。石橋、石橋組んでいく、首を抱えます。左の踏み切りアップ、これはボディに行った。石橋、うわ、ごろついた。石橋ごろついた。これ長さまだダメージありますか。そうですね、ある感じがしますね。あと藤井選手の振り抜き方がすごいですね。はい、終わらせてやろうっていう感じですかね、藤井は。でもやっぱ多分聞いてるって多分分かってると思うんですよね、だからこそやっぱここすぐ離して打撃行きたいんですけどね。ここはやっぱりね、石橋選手うまいんですよ ね、 これでも高橋さん、はい、石橋としてはちょっと落ち着きたいですよね、一回ね。ですね、殴ります殴ります。まだダメージがあるか石橋。金目はもう本当に高橋さん、はい、攻めが繋がってますよね、全部ね。あ、絶対ダメか、ダメか、止められる石橋。すごい、気はこれ注意したいですよね。おお、タラさん、こっからの石橋のまた粘りにも注目ですね。こういういい試合の時は僕じゃなくて大丈夫です。あ、そうですか。単なるファンに戻るそうです、はい、さあ力が入ります。石橋が組んでいきました。テイクダウンを狙っていくんでしょうか。まあ、テイクダウンもそうですけど、パンチを左にしないことが、はい、すごい先決です、ね、そうですね、引かされています。石橋残さ、まだ残ってますかね。バックを取ります。フリーです。おお、返すか返すか。石橋巻き込んで、すごいバックを取る。石橋驚異的です。どこにこんな体力が残っているんでしょうか。そしてチョーク取りに来る、バックチョーク、バックチョーク取りに来る。さあどうだ、石橋のバックチョーク、まだ振れるか、まだ振れるか。だいぶ今青上がってたんでちょっと危なかったんですね。石橋選手も激闘ってもその名前通りなんだよな。そうです、すごいですね。カンパニー偽りなし。おお、まだ発表とします。驚異的な粘り。そしてパスガード成功。ちょっと石橋選手ダメージあるかもしれないですね。そうですね。いや、長男さん、ここでのパスガード大きいですね。抜けた、抜けた。バックを取った。またバックチョークが石橋のバックを取る。落とされかかってますね、今。しっかりバックキープして、ちょっと休みたいですね。そうですね。ちょっと体が振り落とされそうになっていますが。お、強いと思いましたね。12月でもどれ行きますか、どうですか。バック
チョークですかね、バック取りました。石橋選手にしてみたらポジション取った後ちょっとダメージを与えたいですよね。常にこう関節技しっかり、これですね、はい、関節技とか仕掛けるのはいいんですけども、逃げられた場合ってもうゼロになってしまう、むしろ力使ってた方が不利になってしまうので、ここでパンチなりで打って相手にダメージを与えてから決めとかいきたいんですよね。確かにもっともっと削りたいんですよね。それをしないのがまた石橋選手なんですけれども、いきなり決めに行くという。なるほど、最初に決めに行っちゃうというね。でこれでひっくり返ると藤井選手がまたパワーを、蓄えた状態でパウンドを振ってくるので、細かいパンチを打ちます。細かいパンチを打つ、こちら藤井陣営です。藤井陣営はなんとか逃れたい。残りが40秒切っています。石橋は攻めます。攻め続ける4の字フック、足は4の字フックです。動けません。さあこれはまさに削る動きです、石橋が削ってます、削ってます。藤井を削って、そして一本を狙いに行くのか。今度は局面がまた変わりました。藤井がしのぐ展開が続いている。時間もないのにこのまま行くんで、そうでしょうね。上取りましたね、はい、今度は藤井が上です。何ですかこの試合は。さあ藤井が上を取ったところで、ここでゴング、第一ラウンドが終了。いやいや、だから言ったじゃないですか、この中国の一戦だと。そうですね、はい、間違いなかったですね、はい、いや会長の言うことは間違いないですすごい。しかし高橋さん、はい、攻守がこれほど目まぐるしく入れ替わるっていうのは珍しいですね。そうです、もう本当にもう格闘技のトライアスロンですよねもう殴って組んで寝技してまた入れ替わって、でもこう本当に見ててすごいしんどいですよね。いやもう自分がどれだけ楽して勝とうとしているかですよこの間の高橋さんの試合とは確かに全然違いますもうね、恥ずかしいです自分がいやでも田原さん、はい、このシュートの理念といいますかね、打倒曲が本当にこう止まることなく回転している、ね、激しいお手本ですよ ですね2人ともそんなに戦績が良くないんですよ。なぜかというといつもこんなことやってるからなんですよね本当に、うん、ってことはこれ正しくないってことですね自分は大好きですね本当に。ラスイラスイ、セカンドとかチームでいる分にはちょっと心配しますよね。やっぱりリードしてるのに力みポジションを下取られたりとかしたら、はい、さあ最後のラウンドです。これで決着がつきます。体力はどうでしょうか。少し勝負もしてるでしょう。おお、ジャブついていく石橋。石橋がジャブから流れを作っていきます。石橋のジャブいいですね。そうですね、はい、このラウンドになってからジャブ当たってきましたよ。ここであんまりいいリズムとって、逆にまたさっきみたいに、はい、ボディー、はい、逆襲が来る可能性もあるので、気が抜けません。抜けは抜けないですね、はい、おー、わー、藤井が出ます。石橋が今ちょっとジャブでね、リズムを作ったように見えましたけど、やっぱり石橋のマジ当たってますよね。当たってますね。やっぱりお互いちょっと消耗してるんですけど、ただまだ今からどうか、そうなんですよ。すげえ。一発があります。次、石橋がテイクダウンを取りました。石橋はバックを取ってチョーク狙いか。また同じフック、首に手を回す、あ、どうだ、バックチョーク、チョーク欲しいですね、はい、バックチョークです。しかしまた回転して向き合うか、体勢は不十分でしょうか。まずは削ります。そして細かいパンチを打つ。残り3分近くあります。したいのが藤井です。力が入る攻防、石橋選手をここで畳み上げたらいいかもしれないですね。ちょっと場所もいいんで、
もっともっと投げた方がいいですか。そうですね、投げてこういう時に面とか殴るのかもしれないですね。これなかなか長男さん、はい、回転できませんね。そうですね、4の字がしっかり入っているので、トライはしてるんですけどね、足をちょっと解除できないとなかなか向き合うのは難しいです。あとパワーがちょっと落ちてきてるのかと思いますよね。ファイナルラウンドですからね。お互いなんですけど、はい、よく盛り返しました。残り2分ですね、これポイントですね。これ判定に委ねない方がいいですもん。分かんないですよ、本当に。確かにどういう風に取るか決着つけたいですよね。お互いすっきりとこれは勝ち負けをつけたいところです。殴ります。石橋のパンチが乗ってる。ただ出てくるのは藤井です。藤井がパンチもらって出てくるキック、蹴り足掴んだ、右当てた石橋、左、うわー右、拳が交錯する。うわどうだ、藤井の右、タックルはディフェンス、まだ1分以上あります。うわ右、かなりハンドスピードを押してます。右当てた石橋、トロさん、ヒットするのは石橋ですかね、これどうですかね。あと明確なバックポジションになったのであれですけど、まあ分からないですけど、一歩あれば倒せますので、ね、おそらくもどちらの判定とかよく分かってないと思いますよね、どっちが勝ってるかとか。ただやることをやるっていうか、拳を振るっていう状態になってるんで、ハンドスピード落ちてますから、もうあとは気持ちで右止めた。残り16秒で決着、競り勝ったのは藤井の右。なんという死闘でしょうか。最後死闘にピリオドを打ったのは藤井の右ストレート。危ないですね。さすがにレフリーが止めました。懸命だと思いますからね。はい、試合でした。高橋さん、はい、決着しましたね。いやすごい、なんかこういう試合になるだろうなと思って、もろその試合になりましたよね。いやこれちょっと3連勝分ぐらいの価値あるんじゃないですか。そうですよね、すごいしんどい試合取りましたね。はい、お互い判定を考えなかったですからね。はい、まあ、長男さん、最後でもすっきり決着して、ある意味これ良かったんですかね。本当紙一重ですよね。大激闘を制しました。最後クロスカンターです。藤井選手に一言いただきたいと思います。さて、本日はご来場ありがとうございました。2年ぶりの勝利で、ようやくこのシュートンというリングに参戦して勝つことができました。対戦していただいた石橋選手ほどありがとうございました。石橋選手だったから本当にこういう試合できたと思います。本当今日たまたまいいパンチが当たって、まあ、自分が勝つことができたんで、はい、とにかくありがとうございました。応援に来ていただいた皆さんもようやく少しは恩返しできたかなと思っております。また頑張りますので、よかったら見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。見事な勝利、藤井選手に今一度大きな拍手をお願いします。いや河原さん、本当に死闘でしたね。喋ってるって感じですもんね。喋ってることはびっくりします。昔の石橋対藤宮天慶がこういう試合をして、 あれを思い出しました。いや本当に普通に会話できるのが信じられません。すごいですね、写真撮ってるみたいな感じです。すご
いな本当。いやタフですね。素晴らしい試合見せてもらいました。まあ、格闘技はやはり最後は気持ちなんだなっていうのがもうよく伝わる試合でした。ただいまの試合は3ラウンド4分50秒。シュートで嬉しい初勝利を挙げた藤井です。長男さん、ここまでしてようやくシュートで初白星。まあ、惜しい試合もあったんですけどね。岡田選手との激闘でしたし、はい、まあ、でもあとあとの結果だけだったんですけど、ね、はい、価値ある勝利ですよね。でもね、嬉しい嬉しいシュート初勝利を挙げた藤井信樹でした。もうメインイベント終わったんじゃないかぐらいのあれですけどね。こっから出てくる選手は大変ですね。この後も試合は続きますのでどうぞお楽しみください。